疑問。なぜこの塔に入り口が用意されていたのか。資源搬入は上空から行われていることを確認。外部からの侵入路が用意されていることは不自然。予測。罠。罠でも何でもいい。皆殺しにするだけだ。汚染された夜吐き隊。報告、大型構造物、通称塔、ゲートの開放を確認。行ってみるか。タ。
ヨルハ部隊の死体。予測、先行して入ったヨルハ機体ライン S によるもの。行くぞ。この構造物の目的は？不明、推奨、情報収集だろうな。施設。図書館？なんだそれ。過去に人類文明が作り上げた情報保存施設。データを見るのにハッキングする必要があるのか。ポッター頼む。了解。ヨルハ機体 A2 にハッキングインターフェースへのアクセス権限を付与。よし。この塔は機械生命体にとっての情報収集装置みたいだな。月面の人類サーバーの記録。機械生命体はそんな場所まで侵入していたのか。数が多すぎて拉致が開かないな。ヨルハ計画における2号モデル運用概略。
このデータは。警告、汚染機体からの部品移植により運動領域内にウイルスを確認。推奨自己ハッキングおよびウイルスの除去。分かった。5% まで回復。
これがヨルハ計画。じゃあ僕たちは、トゥービーは全てを知ってもなお戦うことを願う。私たちは機械生命体のネットワークから生まれた概念人格。破壊することは不可能。夜明け。何度も何度も全部壊せ。お前たちも。Yeah.
つ。敵の強制ハッキング攻撃、推奨、早急な離脱。
なんだ。敵の論理学習機能を利用して弱点を形成する。全然わからない。疑問、夜破機体 A2 の学習機能。うるさい。敵の論理思考回路をインタラクトして演算遅延を発生させる作戦。つまりどうするんだ。敵を破壊してはいけない。は？敵が一定数一定時間存在することがこの作戦の必要条件。なんだそれ。敵自我データ飽和率 30%。敵自我データ飽和率 60%。 人類が残したアンドロイドがまるで人類になりたいかのように、エイリアンの残した機械生命体がまるで人類になりたいかのように振る舞う。私たちは人間だが、ネットワーク化された私たちの方が圧倒的に強い。予測、防衛機構による敵の論理進化。愚かなアンドロイド、なぜあなたは死を受け入れる。こここそ全ての終末ではないのか。敵自我データ飽和率 90%。私たちは一つであり複数でもある。私たちは有限であると同時に言える。私たちこそ完成された精神のありようだ。予測、生命の多様性を学習。ああ、見える光が私たちは進む。この先、未来に。敵自我データ飽和率 100%。 予測、敵自我が分裂を開始。私たちにはトーカーズが必要だ。このアンドロイドを殺さずに置けば、さらなる困難が私たちに訪れる。その問題を乗り越えることで、私たちはより一層の進化を遂げるだろう。賛同しない。このアンドロイドは危険だ。この場で破壊してしまう必要がある。私たちの勝利を疑う者は敵だ。勝てると思っているのか。なんだ。報告、飽和した自我が相互に逃走を開始。まるで、まるで人類みたいだ。
なんでまだ動けるんだ。推測、敵サーバーの残存データに。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは喋ってるんだ。報告、敵の過去記憶の流出。瓦礫は
不明。何かの資材にする可能性。資材？何を作るんだ？不明。
死ね。この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間、司令官も僕もトゥビも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルのナインエスタイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の一員。本当は気づいていたんだ。ナインエス、うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは、ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。
夜崎対ナイン S の破壊だ。9S の論理回路を修復する。了解。 9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。夜吐き対 A 点、この先に 9S のコアデータが格納されている。報告。ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できない。私は夜ハブ隊支援随行ユニット、支援している夜ハブ隊 A2 に害を出す行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。私が全部。ポッド、 9S を頼む。エーテル、君は。私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。
すまないな。みんな、今行くよ。